みなさん、こんにちは。アレです。今日の動画では、よく使う性格を表す言葉について話したいと思います。じゃあ、今日の言葉は、うるさい、またはうざいという言葉ですね。イタリア語でなんていうの？日常会話だと、男性だったら、lui è fastidioso、fastidioso、lui è fastidioso になりますね。ただ、女性だったら、fastidiosa になります。lei è fastidiosa ですね。もっとシンプルに伝えるとしたら、lui または lei è una persona fastidiosa。è una persona fastidiosa。うるさい人ですね。下品な言葉を使うとしたら、lui または lei è una persona rompipalle になります。または、lui è un rompipalle。女性だったら、lei è una rompipalle になりますね。私が個人的に使うのは、lui または lei è irritante。irritante。または、lui または lei è una persona irritante。もできますよ。じゃあ、皆さん、タレ語の勉強頑張ってくださいね。では、次の動画でお会いしましょう。またね。